おはようございます。I99ZPG です。今回はですね、このザ・レトリック、人生を武器としての伝える技術っていうのをですね、これ要約するわけでございます。そして、要約してるの本当に、動画にしてるわけですね。軽く解説するっていう感じですね、解説するっていうかね、僕なりに解釈してるって感じですね、で前回この、レトリックのね、学ぶ意味とかね、議論と口論の違い、論点について話したんで、今度は説得についてっていうのをね、10分以内に話そうと思います。説得ってよく言いますよね。レトリックを使って説得、相手を説得させようとか言うわけだ。だその説得っていうのは実は3つ方法がありますと。3つね。ロゴス、パトス、エイトスって分かるんですよ。何それって話ですよね。じゃあ1つずつ見ていきましょうか。1つずつね。ロゴスって何かって、論理によるってことですと。で、相手の論理を譲歩するのもその1つですと。言ってみたら、これはこうでこういう仕組みだからとか、あんたがこう言ってるっていうことは、その逆に言ったらこういうことですよね。そういう理屈ですよね。理屈で説得するっていうこと。で、パトスってあるの。これは感情による説得です。相手に共感することでその気分を変える。だから、理屈じゃなくて、そうだな、頑張ればできるよとか、ね、今まで私たちはこうできるんじゃないかと。こういった私たちはそうできるはずだとさ、やる気を出させたりさ。あとは、そうだね、相手がなんかこう否定的な意見を言ってたとしたら、そこに共感するわけだよね。あ、そう、相手がそう思う気持ちはよくわかると。なんていうふうに言ってみることで、その後の行動ってのは変わるわけですよ。なりますね。で、エイトス。これはね、人くらいの説得。つまり、論理がどんなことを言ってるか、どんな理屈かっていうのが大事だとしたら、エイトスっていうのは誰が言ってるかなんですよ。人柄による説得っていうのは、例えばお金を持っていない人が話すのと、お金持ちで実績の人が話すの、どっちが説得力ありますかっていう話ですね。生き様による信頼で相手の考えを変えてもらうって話です。僕なんかがさ、なんか科学的なデータではっていうのと、東大の教授がさ、科学的にはっていうのだと、同じ内容でも全然説得力違うわけですよね、で、ここで気をつけなきゃいけないのは、人柄を無視して変えないこと。自分がまるで強者であるかのように振る舞ったり、怖い人にあるように振る舞ったりってこと、好きな人のことを真似するとか、そういうことはしない方がいいんでしょうね。自分の良さを生かすっていう方向性でいきましょうって話です。プラスディコールも適切さってのを抑えましょうと。聞き手が期待するような振る舞いをつかむと、その場に応じた適切さってのを持つわけですわ。言ってみたら、お葬式なのにすんげえパーッと明るく言っちゃうと、周りの人はするわけですよ。お葬式の話をしてる私もちょっと適切さはないんですけど、その場所、何が求められているの、その人はっていうところで、そこに応じた振る舞いをするわけですね。楽しいパーティーだったら楽しく話をするね、明るくね。だけど、公式的なこうみんな固いようなところだったら、あんまり笑い話っていうのは控えめにするとかね、そういうことですよね、今回はそうだね。うわ、すげえな。ちょっともう結構内容多いな、これ。じゃあ、エイトスをまず言ってみようか。エイトスをどうやって獲得して、獲得するかって3つに分けることができますと。それは、徳と実践的知恵と公平無視です。徳っていうのは、聞き手に、語り手は、私はあなたと同じ価値観を持ってますよって思ってもらうこと、思ってることが徳なんだって。そのためには、自分の功績を話す。私はこういう功績がありました。私はこういう過去がありました。っていうのを、人に話してもらう。自分で言ってもいいんだけど、自分で語るよりも人に言ってもらった方がいい。こんな大学卒業者ですごいんだぜっていうよりも、他の人に、あの人はこんな、こんなもの発明していたりすごい人なんですよって言った方が、説得力はあるじゃないですか。だし、そういうことじゃないんだな、本当のことなんだなって思ってもらえる。ね。で、あとは他には、欠点をさらけ出すわけだよね。聴者とあなたたち同じ考えを持ってます。だからこそ私はこう失敗してきました。とか言うわけだ。というのも他には、周りの動向で意見を変える。いつまでも一つの自分の最初の意見に固執しないで、なるほど、あなたの意見はそういうところもあって、確かそういう意味で私も考えを変えなければいけませんみたいな言い方をするわけですよ。こうすることで、柔らかい人は柔軟な考えを持ってるんだなとか、頑固じゃないんだなっていうね、状況に応じてそれを認めるっていう姿勢ってさ、結構良くない？もちろん優柔不断良くないよ。でも、いろいろ話を聞いた上で、ちゃんと飲み込んで、じゃあ私はそのあなたの意見には賛成します。反対意見、ね、自分とは反対意見に対して賛成するっていうのは、その議論に対してすごく真摯である必要を見せますよね。だからこういった3つが必要なんですよ。3つが大事ですよっていう話ですね。人に話してもらって、説得力を上げるわけだね。功績をね。そして、あなたと同じ価値観ですよ
でもそれだけに、それ以外にこんな悪いこともありましたっていうとかね、柔軟に意見を変える、相手の意見をしっかり聞くね。2つ目は実践的知恵、語り手は何が正しいことかを知ってるように見せる、例えば自分の経験をアピールする、私はこういう経験がありましたっていうとか、あとは相手の価値観に応じてルールを適用したり柔軟に考える。やっぱり経験があってルールを柔軟に考えることができる人っていうのは、やっぱり経験が、経験値がありそうですよね。本当に経験値がありそう。その固い意見じゃなくて、この場合はこう、この場合はこうっていう柔らかさを持ってる人っていうのは、あ、なるほど、なんかいろんなことを経験してるから、だからすごいパッパッとこう対応できるんだなみたいな風に思われると思うんですよね。で、3つ目は極端な意見を避ける。何、素人意見って極端な感じだよね、確かに言いがちだ、男性を大事にしろ、女性を大事にしろみたいになってくる。で、調べれば調べるほどどっちかにいい面があって悪い面があって、そうなってくるとなかなかどっちが絶対に善とか悪とかって言えなくなってくるんですよね。っていうような考えというイメージがありますね。そんな感じだから、だから自分が経験のある、できる経験のある人間だって思ってもらうためには、聞いてたね、そういうどっちかというと柔軟でありつつも真ん中の意見を取るっていうところが求められるんでしょうね。さあ、時間が上がってきましたね。さあ、公平無視、3つ目ね。これは、調子の利益を持って語り合いを話すんだと。だから話す人が自分が金儲けをしたんだとかじゃなくて、皆さんのためを持ってこの意見を言ってるんです、私は真面目にそう考えてるんですよって思うことで、みんなで聞き手の人たちからしてみたら、この人は私たちのことをためにやってくれてるんだ、なんて素敵な人なんだ、僕は良い人だなって思ったからっていうことですよね。そのためには、こういったものが必要ですと。公平無視のためには山田君さんに立ちたんですと。つまり賛成派の意見、反対派の意見、どっちもよく考えました、よく考えたんだけども、どっちも素敵な意見なんだけど、でも今回は賛成なんです、ご意見なんですっていう言い方をするわけです。何か物に伝えてるわけじゃないですよってわけだよね。これは自己犠牲ですよね。主張する選択肢は聴衆の利益であって自分には不利益です。例えば、そうだな、私はこの意見に賛成じゃなくて反対した方が、自分の仕事は奪われないんだけども、でも皆さんのことを考えたら、皆さんの将来を考えたら、これは賛成した方がいいみたいな、あるわけじゃない。なんか年金はい見た、とかね、そういう言い方をする。やや自信がないっていうね、こう、迷ってる感じで言えば真剣に取り組んでるように見えるわけですよ。この両方の意見も吟味したんです、両方の意見も吟味したんです、でも賛成なんです、今回は賛成なんです、知らないななんて言ってる方がちゃんと考えてるかに見えるじゃないです か。ちゃんと考えてるに見えるから、ねえ、自信がない見せるのが大事。全く自信がないんだね、全く自信がないんだと、それはそれで良くないんだけど、ちょっと自信がない見せるわけですよね。私も迷ってるんですって、だからあなたたちの意見、反対側の意見の人たちも、私は聞き込みがありますよみたいな風にするわけですよ。あと本物であること、着飾ったり加工しないってこと、変にこうギラギラの衣装着てたりさ、変にこうかしこまったみたいな、かっこいいとかね、変にこう誇張した表現となんかしてるとちょっと怪しいじゃないですか。だから自然体であることが大事なんですって。で、大事なことは善悪じゃなくて聴衆の価値観に合わせること。これは良い悪いで考えちゃうと、聞き手に対してあんたたちの価値観が悪いとか言っちゃうわけで、考え方が悪いとか言っちゃうわけだ、じゃなくて聴衆の価値観に合わせて話し方をするっていうことですね。その方がまあ分かりやすいっちゅう分かるかな。相手が人柄を、見てこう支持しやすいと思いますね。さて、パトスの話をしようと思ったんですけど、時間がないので、またちょっとこれ次回でいいですかね。はい。で、今回はここまでにします。